こんにちは。速報健康な時間です。それでは体操の説明をしていきます。まずはこのように仰向けになって寝てもらいます。次に両足先を内股にしてください。はい。そして両手の甲を合わせてそのまま正中状に上に上げていきます。頭の上あたりで次に手首を外に返し手を広げます。そして次に肩甲骨をぐっと内に引き寄せるようにして最後腰をぐっと反らします。はい、以上です。簡単に見えて結構きついんで、注意してやってください。では川越とペイ先生がお送りしました。これは必ず寝る前にやってください。でもその次の日遅刻はしちゃダメですよ。さよなら。